上沢直之、初登板で日本人投手初の快挙を成し遂げる。レッドソックス上沢直之投手が2日、日本時間3日、本拠地ジャイアンツ戦で2点ビハインドの8回から5番手で救援登板してメジャー初登板を果たし、2回無安打無失点1奪三振で6人をパーフェクトに抑える先月デビューを飾った。2イニング目の9回は夕ごろ、2ごろ、夕ごろの三者凡退、直球の最速は92マイル、約148キロ、僅差の展開で2回を無安打無失点で抑える好投だった。直球の最速92マイル、約148キロで、最も遅いカーブは76マイル、約122キロ、緩急を使った全19球、打者6人の勝負球はすべてスプリットで、19球を投げて14球がストライクで、ストライク率は 74%、 空振り3、ファウル3、打球は外野に飛ばなかった。パドレスの松井裕樹、ドジャースの山本由伸、カブスの今永翔太の3投手に次いで、今季は日本人4人がデビュー。同一シーズンで4投手デビューは2007年から3年間続いて以来となる最多タイだ。日本人投手でデビュー戦に2回以上を投げて走者を1人も出さなかったのは初の快挙、球団史でも1958年4月20日のアルスクロール以来となった。メジャー第1球と初三振の記念球をゲット。これからも任された役割でしっかり仕事をしたい、どんな展開でも長いイニングを投げられるように頑張りたいですと前を見据えた。噂は来た。噂は2回19球1奪三振無失点、かなり良かったんじゃないか。2回を一瞬で終わらせた。デビュー戦で2イニングパーフェクトの日本人って今までいなかったのか。今年のメジャーデビュー当時のデビュー戦で一番いい投球したのが上沢という事実、誰も予想してなかっただろう。上沢いけるやんけ。コントロールさえ間違わなければストレートの回転数も高いし勝負できるのでは。初登板としては上出来すぎる。何気に147キロのフォーシームで空振り取れて頼むポイント高いわ。故障者戻ってきても使いどころありそうと思わせる内容だった。2回を無安打無失点無四球、最高のデビュー。負け試合でもこういう収穫があるとチームとしても意義は大きい。もう1回くらい追いかける場面で複数イニングで使われて、そこでも結果を出せば先発登板のチャンスもあるのでは。良いピッチングが続けば中継ぎから先発定着もない話ではないし期待してるぞ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。